ミイコールゴ、ミイコールゴ、ミ,ーコーゴ,ミーゴーとは、クトゥルフ神話作品に登場する地球外生命体である、宇宙人、エイリアンの一種。書出は、ハワード・フィリップス・ラブクラフトの小説、闇に囁く者、執筆1930年2から9月、発表1931年8月で、この時は、雪男、ユゴスよりの者、フンギ・フロム・ユゴスと呼ばれていた。後発作品の、 狂気三脈にて、執筆1931年2月から3月、発表1936年2月でも登場した。ラブクラフトの小説、英語より、アウト・オブ・ザ・ヤンズにユゴスボシ人が登場するが、これは別の種族と考えられている。またダーレスの小説、風に乗りて歩む者にいたくはという雪男、イエイも登場するが、これも別の種族と考えられている。 体長は5フィート約1.5メートルほどピンク色か薄赤色の甲殻類のような姿だが性質としては菌類に近い生物である渦巻き状の楕円形の頭にはアンテナのような突起物がいくつか生えている鍵爪のついた手足を多数持ちすべての足を使って歩行することも1体の足のみで直立歩行することもできる背中には 一体のワホりのような翼を持ち、この翼はエーテルに対して作用する特殊な膜で構成され、地球上の大気中より宇宙での使用に適している。体が地球の生物とは異なる物質によって構成され、直接見たり触れたりすることはできるが、写真等には映らない。また死亡すると一から二時間あるいは数時間のうちに消滅してしまう。生身の体のまま、 宇宙空間での活動が可能であり、自身の翼で星々の間を行き来する。また一種の冬眠状態になって生命活動を中断できる。しかし元来の生活環境に光が存在しなかったため、光を苦手としている。仲間同士では頭部の色を変色させたり、ブザー音のような鳴き声かテレパシーで一種の疎通を行うが、人間の発生も可能でる。 闇に囁く者では彼らの鳴き声が録音されている。本拠地は遥か彼方の外宇宙あるいは異次元にある。太陽系では未知の惑星ユコス、冥王星あるいは別の惑星を前哨拠点としている。人間や鉱物資源を採取するためにたびたび地球を訪れている。初めて地球を訪れたのは人類誕生以前ジュラキのことで、この時、 先住種族である、イニシエのものを北半球から駆逐している。現在の地球上では、南北米大陸やヒマラヤ、ネパールなどで活動している。姿を隠し人間と距離を置いているが、それでもいくつかの目撃例がある。ヒマラヤの雪男の正体は、ミーコールモだとも言われている。また、1927年11月3日の、 アメリカ合衆国バーモント州の記録的な大広市の際には氾濫する河川の中に奇妙な生物の死骸が浮かんでいるのが目撃されている。この地方の山岳部にはそれ以前から奇妙な足跡や気味の悪い声についての噂があり、ミイコール語に関するものと思われる古い伝承も残っている。ペナクック族ペニクックによれば、 大熊座の方角から彼らがやってきて山から鉱物を採取していったという。人間に手出しないのは単に採掘作業を優先しているからであり、必要以上に自分たちに近づくものに容赦しない。しかし時には信頼できる人間を仲間に引き入れることもあるらしい。彼らに協力する人間は見返りに様々な技術や知識の恩恵を受けることができるという。現在、 アメリカ合衆国は、リトルグレーと密約を交わし、人類の拉致などを容認する見返りとして様々な技提供を受けているが、このリトルグレーは、ミイコール5が対準インターフェースとして作り出したロボットであるとされている。月にもコロニーがあり、彼らと協力関係にある人間たちが、地下都市で生活している。ここには、シュブイコール2グラスの祭壇がある。 闇に囁くものでは、ニャルラとホテプと、シュブイコールにグラスを進行している描写があり、この点が、クツルフ神話との関連性として挙げられる。科学や医学が非常に発達しており、外科手術は頻繁に行われる。通常、テレパシーを使用するため、発生期間はあまり発達していないが、他の種族との会話に対応するための手術も存在する。また生きたまま、 人間の脳を摘出し、特殊な円筒に入れて持ち運ぶということも行う。この時、体は処理が施され、脳が戻るまで老化することもなく生き続ける。円筒を専用の装置に接続すれば、人工的に視覚、聴覚を再現し、会話も可能である。ミイコール語は、この円筒を、自らの最も気に入った個体あるいは、最も軽蔑する相手に対して使用されるとされている。 TTRPG デルタグリーンでは、科学者、兵士、労働者の3つの階級社会に分かれていると設定された。個体としては、ヌガイコールクトゥン、エヌゴクさんという指揮官が存在するらしい。基本的に彼らは、個体の手足を持ち科学者は、最初の1体を手として使用する。兵士は、必要に応じて翼などを増やすとされる。逆に労働者は、翼や手足を減らす。 下下手術を受ける。邪神の崇拝、身体改造を忌避しない点に代表される、精神構造が人間と相入れない思想面であるとされている。このため利己的で人間と敵対的な種族として扱われる。ラブクラフトはチベット語の未語を創造のアイデアにしたとしている。この語は現地で雪男、山岳部に現れる。 謎の類人猿のような妖怪という意味で使われる。ラブクラフトは闇に囁くものの中で、ネパールのミゴーとミイコールゴは同一の存在であると設定している。ミイコールゴが一般に想像される雪男と全く違う姿でありながら、作中でそう呼ばれるの、このためである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。